法少女の新作。ミオちゃん、そのアニメほんと好きだよね。うん、すごい面白いよ。ゆうたくんも見ればいいのに。僕は遠慮しとくよ。ところで、ゆうたくんは何も借りないの？うん、僕が借りようとしたやつはなかったから。そっか。さてと、早速どれから見ようかな。あれ、どうしたのミオちゃん。こんなの私借りた覚えないんだけど。タイトルとか何も書いてないし。本当だ、題名も何も書いてないね。試しに見てみようか。で、ちょっとミオちゃん、なんだこれ。何かの子供番組かな。こんなの見たことないけど。あ、そこの君たちも一緒に踊ろうよ。で、うわ、ここは。あの女の子ってさっきテレビで見てた子？まさかこれって僕たち、あのテレビに映ってた世界に来ちゃったんじゃ。え、マジ。確かに言われてみればさっき見てたお家っぽいかも。こんな場所知らないし。こんなことありえない。でも状況的にそうとしか考えられない。一体どうなってるんだ。ようこそ私の世界へ。私の世界。そうよ、ここは私の作った特別な世界。ここでは一生楽しく遊んでいられるの。君たちを歓迎するわ。私はリリカ、こっちの猫ちゃんがタマ。あなたたちは？私はミオ、こっちの男の子がユータくん。よろしくね、リリカちゃん、タマくん。ミオちゃんにユータくんね、よろしくね。せっかくこの世界に来たんだもん。私と一緒に踊りましょう。わあ、楽しそう。で、ちょっとミオちゃん、まったく、どうしてこの状況でそんな能天気に踊れるんだよ。ミオちゃんは。ユウタくんも一緒に踊ろうよ。いや、僕は遠慮しとくよ。あの子はノリが悪いのね。ユウタくんはきっとダンスできないから。恥ずかしくて踊れないんだよ。なるほどね、あの子は運動音痴なんだ。なんかすごい言われようでムカつくな。そんなことより、ここは本当にどこなんだ。本当にあのテレビの中に来ちゃったのか。ここは間違いなく君がいた世界とは別の世界だよ。で、君喋れるの？ああ、おかしいかい？いや、もうテレビの中の世界に入っちゃってる時点で何が起きても不思議じゃないか。ところで、ここはどこなんだい？ここはリリカが作った特別な空間だよ。夢と現実の狭間、一種のサンクチュアリとも言える場所さ。サンクチュアリ。うん、ただしその安全性は保証されていない。彼女が何を望んでいるのか、それが問題なんだ。君はリリカちゃんの友達なのかい？ああ、一応はね。どうしてそんなことを聞く？あの子と違って君はあまり楽しそうじゃないから、むしろ悲しい顔をしている気がする。悲しい顔か。そうかもね。僕はこの空間でいくつもの出来事を見てきた。そして多くはリリカの望むものに影響される。だから君たちもその一部になりかねない。どういうこと？まあ、僕が君に言いたいことは、気をつけてほしい、それだけだ。ここのルールはリリカが作る。君たちがどれだけ用心しても最後は彼女の思い通りになる可能性があるから。よくわからないけど、ここが現実世界じゃないのはなんとなくわかる。でも、どうやって元の世界に戻ればいいんだろう。ねえ、今度はみんなでご飯を作ろうよ。うん、いいね、作ろう作ろう。ちょっとミオちゃん、楽しむのはいいけど、元の世界に戻る方法も探さないと。大丈夫だよ、心配しなくてもそのうち戻れるって。まったく、ミオちゃん完全に今の状況を楽しんでる。みんなで作ると楽しいね。うん、リリカちゃん自分で料理作るなんて偉いね。お母さんとお父さんは？いないよ、私はここでタマと二人で暮らしているから。そうなんだ。
なんだろう、今少し雰囲気が変わったような。ねえ、二人とも、君たちはずっとここにいてくれるよね。え、ここに来た人はね、みんな途中で帰ろうとするの。ひどいでしょ。せっかく友達になれたのに、私を置いてどこかに行こうとするの。君たちはそんなことしないよね。なんだ、また雰囲気が変わった。なんか危ない感じだ。もちろんだよ、ミオちゃんもここが気に入ったみたいだしね。ミオちゃん、うん、そっか、ならよかった。あ、大事なもの入れ忘れてた。ちょっと取ってくるね。ゆうたくん。うん、あの子は危険だ。ともかく早く元の世界に戻る方法を探そう。とりあえずミオちゃんは今まで通りあの女の子と接して。ピリカちゃん、これ美味しいね。ほんと、嬉しい。ゆうたくんはどうかな。うん、すごく美味しいよ。ありがとう。まずいな、この子。もし僕たちが元の世界に戻ろうとする素振りをしたら、一体何するかわかんないな。さっきの雰囲気はやばかった。彼女にバレないように、なんとか脱出する方法を探さないと。お腹もいっぱいになったことだし、今度は違う遊びをしようか。違う遊び？あれ、視界が。ミオちゃん、バレ、視界が。バレ、ここは。目が覚めた。リリカちゃん？くっ、僕たち縛られてるのか。どうしてこんなことを。どうしてって、そんな怖い顔しないでよ。次の遊びは手術ごっこだから、ちょっと麻酔を入れたの。おとなしく寝ていてもらわないといけないからさ。手術ごっこ？まさか。私ね、ダンスも料理も好きだけど、これが一番好きな遊びなんだ。やめてよ、リリカちゃん。クソ、なんとかここから逃げないと。そうだ、死神化してなんとかこの縄を取れれば。ダメだ、死神化ができない。まさかこの世界では死神化ができないのか。このままじゃまずい。ミオちゃん。誰かしら、こんな時に。今いいところなのに。ちょっと待っててね。はあ、助かった。クソ、今のうちに何とかしないと。ダメだ、ほどけない。一体どうすれば。君たち大丈夫かい。君はちょっと待っててね。ありがとう、猫さん。でもどうして。まさか今のインターホンもあなたが。ああ、これ以上彼女の卑劣な行動を見ていられない。それに君たちからは不思議な力を感じるから。確かに僕たちは死神の力を持っているけど、この世界じゃ使えないみたいなんだ。え、そうなの？うん、今死神化しようとしてもできなかった。あ、本当だ、できない。死神の力、なるほど。君たちならリリカを救えるかもしれない。あの子を。ああ、今から君たちを元の世界に戻れる扉の前に案内する。元の世界に戻ったら、君たちがこの世界に来てしまったきっかけのものを封印してほしいんだ。そうすればこの世界もなくなる。でも私たちを助けたら、あなたがひどい目に遭うんじゃ。僕は大丈夫、君たちが封印さえしてくれれば。わかった、約束する。元の世界に戻ったら必ず封印する。ありがとう、恩に着るよ。リリカが戻ってくる前に行こう。インターホンが鳴ったのに誰もいないじゃない。まったく。ミオちゃん、ユータくん、お待たせ。手術ごっこを再開するよ。っていない、どうして。さては、タマ、あいつらを逃がしたね。お前も私を裏切るんだ。
じゃあまずはお前から手術しないとね。この扉の向こうは君たちの世界につながってる。さあ急いで。見つけた。タマ、お前私を裏切ったね。あいつらを逃がしたのはお前だろ。さあ君たちはもう行くんだ。でもリリカ、もうこんなこと終わりにしよう。うるさい裏切り者め。君たちも逃がさないよ。猫ちゃん。ミオちゃん、何してるんだ。早く。でもあのままじゃ猫ちゃんが。ミオちゃん捕まえた。ミオちゃん。うわ、君たちは早く行くんだ。猫ちゃん。ミオちゃん、あの二人のことは僕たちしか救えない。そのためにも僕たちは元の世界に帰ってあの DVD を封印しないと。ユータ君。わかった。ごめんね猫ちゃん。ありがとう。そう、そんなことが。この DVD からはものすごい悲しみ、無念さ、怨念のような力をすごく感じる。おそらくこれはそういった念が何らかの形で具現化してしまったものね。そうだったんだ。でもこれを浄化すればきっとこの悲しい念は救われる。それじゃあ。ええ、その女の子も猫さんもきっと天に導かれるわ。そっか、よかった。二人ともユーリとジンがいない中でよく頑張ったわね。あとは任せて。うん。リリカちゃんと猫ちゃん、無事に成仏できるといいね。そうだね。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。